皆さんこんにちは。元プロ野球選手の上原浩二さんは早くに結婚して子供がいるそうです。また実の兄は名字を北川に変えて会社社長をやっていると言われていました。今回は上原浩二さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。上原浩二さんは1975年4月3日生まれ、大阪府寝屋川市の出身です。読売ジャイアンツとメジャーリーグで活躍しました。まずは上原浩二さんと結婚した妻について見ていきましょう。上原浩二さんは2004年9月14日に一般人、元レースクイーンの山崎美穂さんと結婚をしています。2人の関係が明らかになったのは2003年夏の写真週刊誌の報道で、以前にスクープされていたキャビンアテンダントの女性と2003年3月に破局した直後の交際発覚でした。ちなみに海外ではキャビンアテンダントではなくキャビンクルーの名称が一般的だそうです。上原浩二さんと知り合った当時の美穂さんはレースクイーンやモデル業から引退しており、ウェブ関連会社に勤めていた時にジャイアンツ関係の仕事に関わったことが縁となりました。若手選手との食事会で知り合い、交際に発展した具体的な時期は明らかになっていませんが、入籍した日から逆算すると約1年でゴールインしたことになります。美穂さんは表に出たがらないこともあって姿を見る機会は少ないですが、上原浩二さんがメジャーに移籍後はグラウンドでのツーショットを披露して話題になっていました。メジャーリーグへの挑戦には言葉の壁がネックになるところですが、英語が得意だった美穂さんの存在は野球に専念したい上原浩二さんにとって頼れる相棒だったと言えるかもしれません。結婚をしてから2023年現在に至るまで浮気や不倫というスキャンダルも見られないことから、上原浩二さんと美穂さんは手を取り合って夫婦円満の日々を過ごしていることでしょう。次は上原浩二さんの兄が建設会社の社長になっていた件を見ていきましょう。兄の名前は高明さんといい、年齢は上原浩二さんの2歳年上です。もともとは高明さんも野球をしていた経験があるらしく、メジャーリーグに進んだ上原浩二さんが全く叶う相手ではないというほどの才能だったそうです。兄の高明さんは小学6年の時に軟式から硬式に転向したものの、肘の怪我や少年野球チームの解散、さらに進学した中学校に野球部がなかったので続けることを断念したといいます。その後の詳しい足取りは分かりませんでしたが、2014年に石川県金沢市にある建設会社北川ヒューテック株式会社の代表取締役社長に就任しています。その会社の70周年記念式典映像の中で、北川隆明常務が5代目社長につきとあることから、外部からの登用ではなく内部昇格の人事であることが見て取れます。ただ名字が上原ではなく北川になっていることに気づかれたと思いますが、多くの方が予想する通り北川家の娘と結婚をして婿入りしたと判断するのが自然でしょう。同社は従業員数351名、売上高158億円という北陸有数の大企業であることは間違いありません。さてシーズン途中で現役引退を発表した読売ジャイアンツの上原浩二さんですが、以前に交通事故を起こしていたことが分かりました。交通事故の内容が気になるところです。上原浩二さんは2007年7月27日午後6時ごろ、川崎市中原区の県道でオートバイと接触事故を起こしています。バイクを運転していた横浜市港北区の28歳の男性は右手、右足の骨を折り、全治2ヶ月の重傷を負ったようで、上原浩二さんと同乗の知人女性に怪我はなかったそうです。上原浩二さんは片側2車線の左側に停車後、 U ターンで反対側の車線へ移動した際、後方から来たバイクが上原浩二さんの愛車セルシオに突っ込んだそうです。警察は上原浩二さんの後方確認不足が原因とみて書類送検したそうです。被害者のライダーが重傷を負って苦しんでいるのを横目に、加害者の上原浩二さんは車から降りずに球団に長時間電話をかけていたという内容なのですが、果たして真相はどうなのでしょうか。これがもし事実ならちょっと良くない対応と言えます。25歳という若さで気が動転し焦っていたのでしょうか。一時期事故後その場を立ち去ったという噂が出たこともありましたが、それは事実ではなくその場にとどまってはいました。しかし救護義務違反とも取られかねない行動であったことは目撃者の証言によって間違いないようです。実は上原浩二さんは
2006年3月23日にも東京都世田谷区内で交通事故を起こしています。警視庁世田谷署の調べによると、上原浩二さんは乗用車を運転中、ゴミ収集車に追突したそうです。事件の概要は次の通りです。収集車を運転していた男性会社員が腰の痛みを訴えているといいます。同署の事情聴取に対し、上原浩二さんは信号が青になり前の車がそのまま進むと思ったが、すぐに止まったのでぶつかってしまったなどと話していました。球団広報部は本人が警察に出向き、保険会社とも連絡を取って適切に対応していると報告を受けた。日頃から事故には十分注意するよう話しているが、改めて徹底したいと説明していました。 WBC からの凱旋帰国した翌日に起こった事故で、上原浩二さんには怪我はなかったということです。どちらの事故も上原浩二さんの不注意から起きた事故であり、当時はネット上で批判が殺到しました。上原浩二さんが乗ってきた愛車について解説していきます。ジャガーランドローバージャパンは読売ジャイアンツと締結するオフィシャルカー契約に基づき、メジャーリーガーから日本球界に10年ぶりに復帰した上原浩二さんにランドローバー、レンジローバーを納車したとのことです。また他の車種としてレクサスやセルシオに乗っていたとの情報もあります。上原元投手は高級セダンが好みなのでしょうか。プロ野球選手の中には高級セダンを乗る選手は多いかと思いますので、紹介されて購入したケースもあるかもしれません。上原浩二さんはどのような性格なのでしょうか。上原浩二さんといえば雑草魂というキーワードが外せませんが、その言葉の通り若い頃からかなりの苦労をしてきた方です。高校在学中は体育教師を夢見て大阪体育大学に入ろうとして受験したところ、本人想定外の不合格通知が届きます。この出来事が大変ショックだったようで、浪人してもう一度受験することを決意し、その1年間は人生であれほど燃えた1年間はないというほどの努力を重ねてきた1年間だったと語っていました。上原浩二さんの背番号19も当時19歳の浪人生として苦労した1年間を忘れないようにとのことでつけたとされています。このことから上原浩二さんはかなりストイックな性格であることがわかります。1999年10月5日の出来事でした。ペナントレースはすでに中日ドラゴンズの優勝が決まっていたため、残すはタイトル争いとなりました。チームメートの松井秀喜さんとヤクルトのペタジーニ選手が本塁打王を争っていて、松井秀喜さんが41本、ペタジーニ選手が42本と差は1本だったそうです。そこでペタジーニ選手の第3打席の時、ベンチから出た指示はまさかの敬遠でした。1、2打席を打ち取っていた上原浩二さんは敬遠後、悔しさのあまりマウンドの土を蹴り上げ涙を拭う仕草も見られたそうです。この行動からしてもかなりの負けず嫌いが現れていることがわかります。ただピッチャーとしては解せない出来事であったことは間違いありません。そんな上原浩二さんがインターネット上で噂されている自身のアンチ大谷翔平説を一蹴しました。そろそろやめてくださいと呼びかけ、アンチではないと反論しました。インターネット上では以前から上原浩二さんの大谷翔平選手へのコメントが冷たいなどとして、上原浩二さんをアンチ大谷と決めつけるような言説が流れていました。昨年6月には上原浩二さんが自身のブログで、上原はアンチ大谷などと書き込んでいるコメントのスクリーンショットを添え、アンチではない、すげえと思ってるし応援してます、たまに連絡もしてますと説明しました。さらに自身の YouTube チャンネルの動画の中でもアンチ説に触れて否定していました。現在自宅のあるアメリカに滞在中の上原浩二さんは今バーで飲んでます、ESPN のニュースに大谷選手が出てますと笑顔の絵文字を添えてツイートしていました。ワールドベースボールクラシックにおける野球日本代表侍ジャパンでの大谷翔平選手の活躍もあり、ネット上の言説が再燃しているようです。アンチ大谷、大谷選手に嫉妬とか言ってる皆さん、そんなことないですよと綴ると、 YouTube とかでも煽ってる方々そろそろやめてくださいねと呼びかけていました。この投稿にファンからは、日本人メジャー組の取材も行っている上原さんを知っての発言なのでしょうかね、何も分かってないんですよね、そういう人は応援してます、変な人に負けないでください
わざわざ曲解してアンチと攻める人の考えがわからない。いつも楽しく見てますので頑張ってください、と励ます声が寄せられていました。いかがだったでしょうか。今回は、上原浩二さんの私生活を中心に深掘りしてきました。上原浩二さんは、紛れもなく日本が誇る大投手です。どうも一部のファンは、そういった偉大なアスリートに対するリスペクトが足らないように感じます。近年、上原浩二さんの息子さんがテレビに登場しています。息子である上原一馬さんが米フロリダ州ブラデントンのスポーツ寄宿学校 IMG アカデミーで野球の有望選手として活躍する様子が幾度となく紹介されています。しかも類まれなるセンスの持ち主だと評判です。いつか上原浩二2世の誕生となるのでしょうか。また上原浩二さんのこれからの活躍にも期待したいと思います。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。